こんばんは事業投資家の三戸正和ですスマレジ代表の山本博史ですこの番組お店ラジオではお店をやっている方やお店をオープンしたいと考えている方の後押しをできるような番組を目指していきますということで、うん、なんとメールが今週も来てますありがてースマレジさんってやっぱりユーザー多いからメール来るんですかねありがとうございますね、人気ありますよね、はい、ちょっと読みますね、はい、神奈川県横浜市のラジオネームみことさん こんにちは私には大学生の息子がいるのですが、うん、その息子が最近大学を中退して<お>屋をやりたたいいと言い始めました<お>こんなことを番組にメールにするのは違うかもと思ってましたが2人きりの親子のためどうしたものかと思ってメールしてしまいました息子のやりたいようにやらせてあげるべきなのでしょうか広瀬博士教えてください <laughs> そりゃあね、うん、やってやりたいことあるんやったらやってもらったらいいんじゃないですかね。うんうん <laughs> 何大学でもね大学行ってるんですよね、はい、何回でっていうのもあるよね。うんうんうん なんかさ中退いやでもいいんちゃうってってもらって, <laughs> そ,ってその、はい、もう就職する気があんまない感じじゃないですかじゃあもう起業するんやったらもう早めにやった方がねいいし失敗したとしても、うん、あの次の軌道修正がまた早くなるんで卒業してからってなったら、まあ、その分何年かまた遅れてしまうんでねもうすぐにでもやった方がいいんじゃないでしょうか。あ起業家のメッセージとしては すすぐやってねっててねねことで確かにね大学卒業して大きい会社入ってももう今どきって感じがしますもんね。んはいということでまたメール他にもどしどし応募ください、はい、ではそろそろ開店しましょうこの後株式会社ビジョンの代表取締役社長兼 CEO 佐野健一さん登場です。 さあお店ラジオオープンですゲストは先週に引き続き株式会社ビジョンの代表取締役社長兼 CEO 佐野健一さんです今週もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますありがとうございます,いますもう先週は壮大ななんかビジョンを伺いさせていただいた感じで <laughs> あれ再現性あんのかなでも俺やろうって言ったらできるかな 最初にお金結構いるよね <laughs> 銀行貸してくれるかないや土地とかやっぱ担保価値ないですからねそうっすよね <laughs> で上物はもう消却されていっちゃうからやっぱり自己資金が結構ないと難しいなって感じがしますかね,そ,すねそこはやっぱり でもその事業買われたってところも結構ポイントで、うん、私的には私はまあ会社を買いなさい個人でみたいな本を書いてたりしてるんでんあのサラリーマンが事業承継的にそういうところを買って、はい、まあ高齢な方なんで引き継ぐにイメージ近い感じでやろうぜっていうのを結構やって。 だから地方に U ターンとか I ターンでサラリーマンの方が東京から戻って食品工場を買ったりとかいろいろやっておられるそういうチームをちょっと作ってるんですけど、ね、なんか温泉ってあんまりその言い方あれですけど出物がないっていう。 んかあんまりそういう情報ってリーチできないから、うん、そういうところにリーチして今みたいなコンセプトを伺ってなんかチャレンジするってすごいそういうのできたら面白いなと思ってちょっと伺ってたんですよねやっぱり金融機関さんとかが協力してくれればやりやすいかもしれないですね。うんうん その地方創生っていうか、やっぱり地域を良くしていくってことにもつながるじゃないですか。はい、やっぱりその高齢でもう廃業しないといけないみたいな旅館さんとかって山ほどあります。ありますね。潜在的にもあると思います。そうですね。はい、そこを今みたいなグランピングを入れるんだとか、まあ SNS 的なマーケティングを組み合わせるんだってことをやれば、多分いいものが残っ いいくじゃないですか、はい、でそういうのがやっぱり進めていくって結構いいなとその辺は結構意識しながらやっぱり地元だしみたたいなっってあったんですかそうですね鹿児島はやっぱり、まあ、地元だって意識がすごい高かったですし鹿児島の良さをやっぱり出していくっていうところで、うん、バーベキューとかでもその地鶏を使っていたりとかうん、うん、地場の野菜を使っていたりとかほとんどは地産地消でやっているんでやはりまあ周りの方々が協力していただけるイコール まあ多くの方々に口コミしていただくっていうことにもつながっていきますし、はい、そこはすごい鹿児島初のそういう宿泊できるグランピング施設だったのでちょっと責任を感じながらですね逆にうまくいったらあの本当に貢献してるっていうことを、まあ、胸張って言いたいわけではないですけど貢献してもらってよかったっていうふうに 思ってもらえるといいなと思ってます。地産地消って、なんかいたしかいしのどこあるなって、私は思ってたんですけど。なんか地元縛りにしちゃうと、本当にいいものを使えないとか。なんか単価が高くなっちゃうとか、多少そういう弊害も出ちゃうじゃないですか。その辺はあんまりないんですか。えっとですね、鹿児島はまず牛は日本一ですよね。そうか。豚、黒豚、はい。うもうめちゃくちゃありますし、地鶏も。圧倒的に有名ですし、まあ魚も。 鹿児島湾太平洋東シナカって3つ持っていますのであの食材は本当に安くいいものが調達できるっていうところで環境はすごくいいですね、はい、なるほどそこにはあんまり大きな問題はないんですね <laughs> 場所がやっぱいいもんな確かにそうですねただ鹿児島だけっていうよりは、うん、やっぱ九州域内のいいものっていうのは使っていきたいなっていうのも正直言ってありましてうん、うん、例えば海苔とかは うん、鹿児島でいいのりっていうのはなかなかやっぱ難しいので熊本とかやっぱり佐賀から入れていくとかっていうのは違う形で貢献になりますしいいものをやっぱり提供してい,いきたい、うんうん、というところでは全部が地産地消っていうのは難しいと思っていますえ佐野さん、うん、その今の事業にどのくらい体使ってるんですか 体結構時間差いてるんですかリソース僕あの大体5時か5時半ぐらいに起きるので<ー>で朝親父と大体そのぐらいの時間から LINE でめちゃくちゃやり取りしてて <laughs> 結構やな <laughs>、はい、で朝8時ぐらいにはもうあのうちのメンバーにはやらなきゃいけない指示とか共有事項っていうのをバーっとみんなに送っていって、うん、また夜ですかね に、あのー、やり取りしているので、まあ、一日、うんと、三四時間ぐらいは。グランピングに関わるところに、なんとなく使ってるかなって気がします。<ー>ただ、起きてる時間が、僕の場合、ショートスイーパーで、長いので、十八、うん、時間半のうち。 4時間なので割合的にはそんな多くないかなと思います <laughs> なんかそのご本業があられてしかも上場企業があられて、はい、そっち側の事業も当然社員もおられる中でグランピングにそんな結構叫んのかなと思ったんですけどショートスリーマーを使いながらやってるそうですねそこは僕の特権かなと思います<ー>能力が足りない分は時間でカバーするとなるほどな毎日あの予約状況も全部見てますしそこまで見てるんですかでも好きなので。<laughs> んなんかそれが苦痛だって思ったこともないですし何か早く変化を築ければやり取りが現場等もできるのであとはやっぱり社長がそこまで興味持ってやってることっていうのはみんなにもやっぱりきちっと伝わるのであの非常にいい動きはやっぱりしてくれる仲間が多いですねそれ他の事業もそのくらい結構細かなとこまで入り込んで見てはるんですか w i f i 事業とかでも結構そこまでてて。あもう Fi、はもう1日多分 どうですかね、今グローバルワはちょっとほとんどお休みですけど 1>,、うん、1日15回ぐらいは今の予約数とかずっと見てましたへえ<ー>、うん、そこまで社長が見ちゃうと真ん中ののもしくは現場の人が手抜いいちゃいませんあそれはないですあ,のあくまでその予約状況とかを見てるだけで長考<ー>僕らは。 見ているので、そこで何か具体的なアクション、現場を中抜きしてやるってことじゃないんですか？いさです。僕はあのあ<ー>幹部としかほとんど接していないので、僕はあ,あんまり出ていくと朝老懇会ばっかりになっちゃうんで、<laughs> <laughs> 現場の数字結構このタイムリーに追ってたら、はい、いやもう俺やったらこれすんのにな、これ抜けてるな、やってへんな<ー>イライラいだみたいな感じにならないんですか？まあもっとこうした方がいいんじゃないっていうのは、その上のメンバーと毎回やり取りしてるので、<ー>はい、そっからまあ。 落とすべきものとそうじゃないっていうのを彼らはうんあ,あの分類してますし、いやそれは社長違いますよっていうこともきちっと言ってくれるので、うん、元々はお父さんとファミリーで経営しようとされてた、はい、旅館ですね。はい、はい。ビジョンさんの事業になってなりました。何人ぐらいの規模になってるんですか。えっとですね、グランピングはまだ鹿児島しかなくて山中こくん今作ってる最中なので、グローバルワイファイの空港の事業部が 店舗型っていうところを彼らが得意としてるので、はい、彼らがフォローし合って、うん、そこの責任者が両方両事業見てるっていう感じですかね兼務,務して見てるっていう,<ー>う今その新しい山中湖の立ち上げに何名ぐらい関わってらっしゃるんですか 幹部だけっすね<ー>、はい、現場はすでに腰可能性あるのでそこで検証できるので確かに、はい、それ次なる展開っていうのは山中港の次ももう何店舗っていうか何個も作っていくイメージで考えてるそうですねまあいいものがあれば場所なので基本的には東京であれば2時間以内、うん、車で2時間以内で行き帰りができる場所、うん、で大阪とかであればやっぱ1時間半とか 奈良和歌山とか。うんうん、そうですね。なん白山とかもたぶんぎりぎりでしょうし。<ー>あの淡路ももちろんありますし。はいうん、温泉地で言うと有馬も、あの滋賀方面もありますし。うんうん、まあ、もう距離的には。あるんですけど、いい土地が見つかるかどうか。の勝負ですね。うんうん、中部圏も同じですね。うんうん、それで結構もうバチッチって計画引いてやってるんですか。それとも、ういいものがあったらやるよみたいな感じでやってるんですか。 そうです、ね、あのー、もうアドオンでしかないので逆にその店舗開発チームがいい物件見つけてきたり、はいはい、僕のところにもいっぱいいろんな皆さんからですねここを活用してもらえませんかみたいな沖縄とか<ー>いろんなところが来るんですよ。もあでもそうか何個かやって成功してたらもう自然とお声が変わってくるみたいなところがっあるんです、ね、の。 皆ささん連絡ください, <laughs> 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 いやなくはないんですけど関西って温泉少ないんですよそ,です、ね、そもそもの温泉量自体が人口に対してあそ,うなんそうそう<ー>で関東はあの人口に対して温泉地が多いんですよへえ<ー>だからあんまりそういう出物が出にくいんだそうですね、はい、それはあると思いますねう お店ラジオをお送りしているのはゲスト佐野健一さんセレクトの一曲ですが佐野さんこの曲を選ばれたご理由は何でしょうかはいあの須田正樹の虹っていう曲なんですけれどもあの実はお父さんとあの非常に仲良くさせていただいてまして須田正樹さ,さん、ね、はい。ええー、すごいじゃないですかそれではまだあのここまですごい有名になる前から 応援して応援してっていうのをいつもですね<ー>あの言われてましてお父さんにお世話になってますし <laughs> <か>まあまあ本当にいい曲なので、はい、あの選曲しましたはいありがとうございますお送りしたのは須田まさきで次でしたあのこれからグランピング施設やりますみたいな例えば定款変更したりとか、はい、かぶり総会とかでもともと宿泊業はインバウンドも含めて入れていたので入ってたんですねはい そこにまあもっと細かく細分化してグランピングやりますっていうのを追加していくって感じですかね。なるほど そそこの説明しんどそうやな最初ねどうやって説明したんかなってしかも家族でやってたやつを上場企業があの買うって結構投資家やとか経営陣に対しての役員に対しての説明って難しいんちゃうかなと思ったんですけどただ僕はその役介決議にも参加できませんし<う>んあの社外取締役と他の取締役であと監査役で決めてもらうっていう形ですしです利害関係者やからねそうですね もちろん僕としては会社を損させたくないそして別にそれで僕は大きく儲かりたいと思ってもいないそこはもうニュートラルな第三者機関きちっと入れてそこでのその「流出り」やっているのでいつもは飲食店さんとか小売店さんとかがメインでお話聞いてるんですけどホテルとかグランピング施設とかってどんな感じの。 PS とか PL がどんな感じで動くんかなっていうのがちょっと気になったんですけど稼働が毎日予約が埋まってたとしたらチェックアウトが例えば10時とか11時とかじゃないですかで次のお客さんが3時とかには来るじゃないですかその間にブワーってこう清掃したりとか入れ替えたりとかしてるんですかか,かかるののはそこの人件費 そうです、ねまあ、業者さんに任してるのもありますし理,理念代とか理念もそうですねうん、うん、冷蔵庫の中のドリンクとあと食材食材と、はい、であと光熱費ぐらいなんですかねそうですね光熱費ですね、うん、まあ建物の BS が一番そういう意味で大きいのでうん、うん、月間の焼却がありますしまあおっしゃっていただいたものが全てあるっていう形ですね、はい、ただまあうちはですねチェックアウトが今まあ10時。 でチェックインが、ベースは五時なんですよ。もう十七時で、ちょうどいい時間なんですよ。うんうん、で、まあ、たまにアーリーチェックインで三時にしたい。っていうお客さんはいますけど。うんうん、やっぱりこう、地域で楽しんで何かをしてから来る。観光してから来るとか。あ、そうです、そうです。来て、お風呂入ってから、ご飯食べるみたいな。うんうん、で、その後、焚き火。確かに。そんな流れなので、うんはい、ちょっとそういう意味では、この業界の常識とは。 全然かけ離れてると思うんですけど <laughs> 実際やってみてそれはすごくフィットしてるなとは思って います。はい。確かになんでそんなにみんなチェックイン早くしてるんでしょうね。私も食事の一番遅い時間ぐらいにギリ間に合うかどうかですよね。下手したら19時とか、あの食事出ませんとか言ってプレッシャーの中駆け込むみたいなの方がイメージ的には多いです。ですよね。僕もそうなんですけど、そうじゃない人も多分いるんでしょうけど、そこを明確にターゲットにしたら、そこのあのコスト的なやつとかも余裕が出てくるからあるでしょうね。そうなんですよ。だからそこもなんか追い込まない。 っていうかか、うん、やっぱり清掃の質が落ちるとか、うん、そういったことにもやっぱつながりかねないのでうん、うん、だって単純にそんだけ早く清掃するっていうかそれだけの人数いりますもんねですね。IoT も得意な会社ですので、うん、グローバル w i フ f i もカウンターで空港で貸して借りる返すではなくてそのスマートロッカーとか作ってて PR、うん、でピッてやると自分のやつ借りれてドロップすると返せるっていう非接触に昔からなってるんですよ。 それと同じようにチェックインチェックアウトもあのフル自動化していくとはい、はい、そこのやっぱりコストそのものがぐっと下がるわけですよ。うん、でかつやっぱり食材はいいものを選んでますけどバーベキューなので最後のラストワンマイルの調理はお客様がやってくれる。これもやっぱりその厨房コストが下がる要素なわけですよね。 働いてる人数そのものも全然違うと思いますし、うんまあ、あとはそのワークフォースに合わせたオフバランスで外のその地域の業者さんとのやっぱり連携ですね。うん このの辺もすごくく大事になってくるので、うんうん、ビジネスとしては全然違う領域に入られた形になるじゃないですか結構スモーズにいったんですかそれともやっぱり大失敗したなみたいなのあるんですかいや,やっぱりこうコチュ温泉自体は親父とかお袋とか妹が、まあ、妹が店長やってくれてたりとか、うん、やっぱり地元ですしその周りの人たちの協力っていうのがすごく多くて、うんうん、電気屋さんも歩いて3分とかなので何、うん、かあったらすぐ来てくれるとか。 そういったその説明面のフォローアップっていうのもすごくやっていただいてるんですよね。だからやっぱり地元の人たちの応援道とかも市がきれいにしてくれたり、うん、はい、はいはい、で僕らがお願いしたわけじゃなくて、その地域の人たちとか議員さんとかがあそこ買えないとまずいねみたいになってくれて、でまあ予算取りとかをきちっとやってくださったんだと思います。僕らがすごくなんか。 すごい絶望したわけではなくて。あの露天風呂とか、一部屋ずつついてるっておっしゃってたじゃないですか。はい、すあ、あれってもう湧いてくるもんなんですか。<笑><笑>あの, <laughs> あのお風呂屋さんとかだったら。あの水買わないといけないじゃないですか。銭湯とかって。はい。うちあのー、温泉掘ってるじゃないですか。あれ自噴してるんですね、うん。湧いてくるんですか。か、うん、湧いてるんですよ。<ー>それも、えっ、ー、と二つ源泉があって、四十四度と52。五十二三度。その量のコントロールで。 大体入る温度が冬場だと42度ぐらいにちょっと高めに設定して寒いので,うん、うん、で夏場だと40度ぐらいに設定するっていうのは加温も加水もせずに源泉なのでコントロールしてますへえー、自分してるっていうところであの温泉代はゼロですお<ー>ただしやっぱり掘るのに数千万かかっていますので最初に、はい、それの焼却って考えるとうんであとは霧島の天然水、えー、これも 山から出ているのでうん、うん、ゼロです<ー>、はい、ただしやっぱり厨房とかは水が必要なのでそこはちゃんと衛生管理面とかも含めてきちっとやってはいます、はいはいうん、あまあ水道は引いて、はい、あんまり使ってない,いなあの部屋では使うことがないですね、うん、地域の方々がすごく協力していただいて缶、うん、を聞いていただいたりとかですねうん、うん、そういうのもすごくありがたいですよね、うんうん それれででもあれですね山中湖とかで今度の温泉はちょっと出が悪いなってなったらちょっと焦りますよねえっとですね僕らの今回はその井戸も、はい、あの掘るので,、はい、であの自分はですねあのほとんどの日本中ほとんどしませんしないんですか あのポンプで引き上げる形になるのでそんなにそこは心配しなくてもお湯が枯れるリスクっていうのは、うん、もちろんゼロではないのでうんうん、うん、土地買う前からある程度分かった上で買うんですかここは出るなとかあそれはですねそういう専門の、あのー、<ー>方々いるんですよ<ー>ここは出ますみたいなやっぱ地形とかそういうので、はい、いろんなこう調査手段があってですね、うん、じゃあ大体分かった上で、はい、あの あとは掘る距離がどれぐらいなのか、によってコストが変わるので。やっぱり東京とかだったら、その一キロ以上掘らなきゃいけない。1キロ。ってなると億単位でかかりますし。浅い方があんまりお金かかんない。ただですね、あんまり浅いと地盤沈下リスクがあるので、ある一定以上掘らなきゃいけないっていうのもルールとしてあるんですよ。完全に僕オタクですよね。情報通信屋さんとは思えない。<laughs> 好きこそものの上手な。 えといろいろ伺ってきたんですけれども最後にいつも同じ質問をあのさせてもらってるんですけれども、えー、佐野さんにととってお店とはそうです、ねまあ、僕らグランピングなのでやっぱり本当にお客さんに癒されてほしいと思いますしまた行きたいとやっぱり思ってもらえるそういう素敵な場所にしていきたいなというふうに思っています。作りりとでう、ね、そうですす、ね、すねねそうーん パー作りはやっぱりそういう思いの強い人がやった方がやっぱりいいですよね先ほどもおっしゃってらましたけどマニアックな人がやった方がまあそうですねまあ僕ら最大の黒子なのでやっぱりお客さん全面にですね喜んでもらえるようにしていきたいなと思いますね今回ちょっとスケールが大きいですよね村ぐらいの広さで満足してもらうというか楽しんでもらうっていう。 なんで温泉宿で、うん、もう、あのー、1円でも引き取ってほしいみたいなとこやっぱあったりするんで、うん、そこに今みたいな工夫をこう組み合わせていけば自己資金がそんななくてもできるみたいなことって多分あると思うんですよね。株式会社ビジョン代表取締役社長兼 CEO 佐野健一さんにお越しいただきましたありがとうございました。 事業投資家の水戸正和とスマルジ代表の山本博史でお送りしてきましたお店ラジオそろそろ閉店のお時間ですはい来ましたこの番組ではお店の方からの PR メッセージが留守番電話という形で届きますそれでは聞いてみましょうもしもし兵庫県姫路市にあるコーヒーロースター成田コーヒーの本社特売店です水戸さん山本さんなんかシャキッとしたい時や ほっとしたい時に美味しいなって感じるコーヒーを飲みたくないですか店内では焙煎したてのコーヒーが二十種類以上並べられていますコーヒーインストラクターがお客様ごとのご要望にお答えしますので何でも聞いてくださいねいつも香りでいっぱいの成田コーヒーにぜひお越しください うん。う成田コーヒーさん、私実は実家の目の前が成田コーヒーの工場でして。<laughs> いや、めちゃくちゃええ匂いするんだよ。<laughs> だから、小、本当、えー、ね、小学校ってか物心つく前から、そのコーヒーの香りを嗅いでましたから。ええー。1> 私、一日コーヒー五杯ぐらい、だから、飲むんですよ。成田コーヒーの。の多分、俺は成田コーヒーでできてきて <laughs>。で、そんなせい、大きなった、ね。っ <laughs> そう、そう、そう。で、成田コーヒー飲むと、多分、性も態度も体もでかくなるの。<laughs> そそんんななななこことといいわです、はいえー、今日の留守番電話のメッセージはスマレジを使っているお店成田コーヒー本社直売店さんからでしたありがとうございますということで山本、うん、さん2週にわたって佐野さんのお話を伺ったわけですがいかがでしたでしょうか広コーナーナ <laughs>、はい、上場社長なんでね、うん、結構言葉を選んでらっしゃったところはあるかなとは思うんですけれどもあの めちゃくちゃさ、うん、温泉経営にさハマってない。ほんま好きやねんって感じが伝わったよね <laughs> あの。ぶっちゃけめちゃくちゃ面白そうやなって思ったんですよ。 やっぱりああいう客ビジネスやし温泉やしグランピングやしとそうそう自分の土地とかもしくは自分のお店の中でこうあれもしょうかなこれもしようかなとかってやりだしたらめちゃくちゃ楽しくなるんやろうなと思って、うん、いいなと思いいいましたねですよねだからお店ラジオのコンセプトに思いっきりマッチしてましたよね。っていうのもメッセージとしてね番組としてありましたからそこのなんかさらに大箱でやってるって感じがすごいします、うん したよね、うん街にねすごい、うん、いい影響を与えてるんだと思いましただってリピーターはほとんどねあの地元の方って言ってたからやっぱり地元にものすごくいいコンテンツを作ったみたいなことですもんね是非、ね、ちょっとお店ラジオ聴いてる方も同じような挑戦ねしてほしいなと思います。を元気にしたい、はいはい さてお店ラジオでは番組の感想や我々2人に対する疑問質問など皆さんからのメッセージもお待ちしていますメッセージの宛先はメールアドレスお店アットインター FM.jp お店アットインター FM.jp までお送りください放送から1週間はラジコのタイムフリーでお聞きいただけますまた o d y y o u t u b e s p o t i f y ポッドキャストなどでも配信中です番組の放送後期にリンクを貼ってますのでご確認ください それではここまでのお相手は三戸正和と山本博史でしたお店ラジオまた来週ご来店お待ちしています